はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレス・アセガーです。さあ、サイレントヒルが新作出すということで、今回、三角様を使っていきたいと思います。なんと、2のリメイク、そして、あとは映画か。映画の続編、1の続編らしいけどね。んで、あとは、あと、アセンションだっけ？なんか、これまた、みんなで楽しめるサイレントヒルみたいな。なんだろうね。なんか、デトロイトみたいなもんなのかな。ここ入っていけませんでした。オッケー。さあ、今回、オッケー。心音を移し、ドン。いるんですね、これね。はい、オッケー。よいしょ。さあ、で、チェイス中、新音が、はい、さ、48メートルか、になるので、よいしょ。マジで、新音わけわかんない感じの三角様。なんだこの足だ。ドン。オッケー。なんとね、サイレントヒル、あ、なんだ、照らしてんぞ。F 新作？なんと日本が舞台ということで、すごい楽しみですね。ただ若干のサイレン感は出ますけど、よいしょ、ギュル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 、ドン。よし、ちょっとトレイルも踏ましたかったけど、一応あれなんだっけな、結構4、5作品一気にね発表されてかなり楽しみなんだけど、メインはどれなんだろうな。一番力入ってんのどれなんだろうね。お、よいしょ。まあやっぱ2のリメイクが俺はちょっと一番楽しみかな。2は本当に思い入れがあるゲームだから、かなり内容が重いんですけど、グッバイ。ほい、よいしょ。かなりねグラフィックも本当に綺麗で、めちゃめちゃ期待できんだよな。さあさあ、どこだ。で、今回トレイルが、基本70秒残るんですけど、今回プラス25秒アドオンで伸ばし、あと95秒トレイルが残ります。ほぼほぼずっと残ってる。確実に踏んでしまう。それ、ああ、そう飛んだら踏まない。踏んだ。あ、ちょっとずれるかなと思ったらな。え？ここで、おう、うまい。ここ。お、よけた。なる。さあ、今ね、心音えげつないと思うんですよ。48メートルだからほぼ全域に行ってると思う。ただ、こうバスバスね、地獄のバス打ってるから完全にチェイス中とわかる。えい。よいしょ。まあ、殴るか、普通に。おい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 。デッドハード持ってんだってよ。いいか。ちょっと追いすぎてる。はい、よいしょ。ただこの新音のデカさに結構惑わされてんじゃないのっつう話なのよ。オッケー、よいしょ。踏んで踏んでくれ。オッケー。さあ行きましょう。発売日はまだ未定なのかな。もう一人いるな。はい、無理くりつけーの、間に合わんか。 OK。 さあ、一人めぐみネアかな。 OK。 よいしょ。
ここに引いとこう。このちょぴっと引いてあるやつ結構踏んじゃうんだよね。ほい、思いっきしゴリゴリに引いてあるやつも結構いやらしいんですけど。どうも。はい、踏んじゃうんだね。いないと思ったっしょ。いるんすわ。オッケー、あ、向こう行ってんね。オッケーオッケー。このわけわからしいよ。最高ですね。お、そうだ、送ろう。ほい、よいしょ。さあ、サイレントヒル F 女子高生が主人公で、日暮らしを泣く頃にとかを手掛けて脚本とかやってた方かなが、今回サイレントヒル F のね、話を考えてくれてると。F ってなんかね、ロリエ感があるけど。へい、よいしょ。さあ、踏んでる。飛ぶ？どう？よし。オッケーオッケー、めちゃくちゃ踏んでんね。フックないんですが。オッケーオッケー。さあさあさあ、やっぱこの C4 のデカさに結構何もできてないんじゃないの。ほい、こういった、ほい、入り口あたりにちょびっと引いて、ここは長めに引いとこう。こっちに行くやついるから。 OK、はい、95秒ですから。まあ避けられないでしょうね。シュン、仮想、あ、上行っちゃってない？あなた今2階にいるんですよ。さあ、 OK、よし。なんか DVD の開発元もなんか携わってるやつがあるっていう。それがアセンションだったっけかな？そのみんなで楽しめるサイレントヒルみたいな。ライブ系みたいな。なんか書いてあったけど。どういうことなんだろう？はい。で、選択によってまあ結末が変わるとか。まあだから多分ほんとデトロイトみたいな感じなんだろうけど。シュッ、お、上か。でサイレントヒル F はもう絶対に静岡だよね、舞台。ほい、よいしょ。 OK、 踏んでく。うん、ジュン、見て。で、リメイク版のね、サイレントヒル2の、これは？オッケー、そっちだね。あえて、このまま行きます。オッケー。よいしょ。三角様もね、お披露目されてたけど、若干この頭のところら辺が布感なかった？気のせいだ。なんかその、見え方によるんかな。進んでんな。さあさあ、送っちゃうよ、どんどん。やっぱこのね、檻はね、送られると疲労も回復しないから、そのまま、ほい、普通に釣られるとね、もう釣られた後また疲労パーク使えるけど、檻はね、そのまま檻に送られた後また檻にこう速攻で突っ込まれるとめちゃめちゃトンネルされるんだよね。 OK、
こんなことしてる場合じゃない。ほい、ユンドン。オッケー。ここ蹴ってやって、最後ドワイトは、ちょっと、ほい、信用移させてもらって、レベッカをマジビビらせたいな。いた。オッケー。信用移させてくれ。まあ、チェイスでもいいけど。あ、でもこのオブセ揺れるので、ちょっとバレちゃうけどね。この爆音でさ、近くにいるんじゃないかと。おい。さあ。レベッカを探す。多分あそこにいいんじゃないかな。おそらくあそこの発電機をやってると思うんだけど。お前かい。おい。さあ、レベッカ。やってないのか。そしたら、じゃあさっきのところか。じゃあ、ここに思いっきり引いといて、救助行くのめっちゃ大変にしとこう。オッケー。よいしょ。速攻で沈めて。ドワイト。ドワイトはこっち。声は出てたから。声を聞けば。いた。発見。さあ、終わりにしようじゃないか。さあさあさあ。いやー、リメイク楽しみだなー、2。PS5 だっけかな？なので、まあ、多分 Steam 版、PC 版もあると思うから、私は PC 版にしようかなー。どうしようかなー、悩むねー。はい。OK。さあ、あとは上か。よいしょ。今回のこの爆音チェイス中48メートル。やれなかった。はい、よいしょ。さらばだ。違う、間違えた。おしまいだ。うん。ということで、サイレントヒル祭り、楽しみですね。うん。三角様の新スキンとか来たらいいんだけどね。デイリーで動画撮ったらバレちゃった。では次回も楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。では。